二次リーグって何戦い、うん、二次三次そんな詳しくないからな俺 <laughs> 多分みんなより詳しくないんだよないや結構知ってるつもりだけど渦ハは絶対無理やるかあと一分でリングが縮小するぞいやなめすぎマジで勘でいけるだろ いや、知ってるよ、新人の名前ぐらい知ってる、知ってる北小路翡翠なあっんーなな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  小野町ちはるか。ちょっと待って。新人でしょ新人でしょ小野町さんも。いや、新人でしょうが。新人ですよ。二次三次の歴史を見れば、まあ、新人かと。二 <laughs> 年目。二 <laughs> 年いや、新人でしょ俺多分、どっか、どっかから先全部新人なんだよな。 2年かそんな当たった俺ど多分ねどこだろうむしろどっから新人じゃないんだろう俺フワッチとか新人だしね,ね俺の中でフワッチとかあと眉住とか新人だしえ三師匠。 三師匠は新人じゃないかもなんかずっといる感じするあー社長新人感ないけどニュイさんとかも新人感ないなラヒムはね新人マズミは新人なんだよねずっと なんかこう、なんだろう。変わんない。最初喋ったとき、雪山人狼だったから、一番最初に距離詰めたから、デフォルトの距離感が、なんか新人の頃と変わってないんだよな、たぶん。行き行さん新人だからな、俺の中で。行きさん新人じゃねえよな、全然。 俺の中で力一さん一生新人なんだけどシーズは新人じゃないいやシーズってさなんか分かれて出れなかったっけ一期二期みたいなあでもシーズか力一さんなんか新人っぽいんだよな一生フレッシュマン 成瀬さんとエアル王子は全然新人じゃないの俺の中で太古はるか大昔からそこに存在しているあ夢追いさん新人じゃないなか確かに気持ちいい 瀬戸宮さんは新人だね俺の中でおとぎば原さんは新人シェリンさんも新人アンジュさんは新人だけどトコさんとリゼさんは新人じゃないなギルさんって誰ギルザレンさん新人なわけなくない <laughs> 俺あの人、吸血鬼界隈だから、見てた。いやでもリゼさんも新人っぽいかな。リゼさん新人っぽいわ。メリッサさんは新人でしょ。<laughs> 何これ。<laughs> この、俺が新人、しっくり来るか来ないか、談義何